緊張しちゃう。いつも失礼とりよ。韓国に来ました。今日は萌さんと韓国に来ました。どうしたらいいですか。知らん。今回はアグのイベントに参加します。楽しみ。今はミョンドンのホテルですよね。ここがミョンドン感がないけど、うん、ミョンドンも広いか。明日はまた違うホテルに移動して、私は1週間ぐらいいます。この旅行に、この韓国、この韓国に。お腹が空いた。今からイベントなので、それまで待機。夜ご飯。そうだ、夜ご飯何がいいと思いますか。帰ってきたらいいのに今。私はチモッパプおにぎりを食べたいんですけど、どういうところに行ったらいいかが分かんなくて。本当に新大久保とかだったらありますよね、うん、よく、うん、サブメンか、チモッパ。とりあえずイベントまで待ちます。ということで、アグのイベントに行ってきました。すごいなんかお店、ポップアップの中もすごい、なんて言うんだろう、雪国的な感じで、すごい雰囲気があって、このアグの世界観にすごいぴったりな感じで可愛かったです。しかもトヨン様にも会えてしまいました。嬉しい。めちゃくちゃ可愛かった。今からは審査の方に行って、入れたらカンジャンケジャンを食べようと思います。入れなかったら、まあ、何か他のご飯を探して食べたいと思います。1食目。まだ食べてないですよね。そういえば機内食食べたけど、それだけまだ食べてないから、お腹が飲み物も飲んで
じゃあ審査に向かいます。一番ちっちゃいサイズのカニを頼みました。初めてだからドキドキしちゃう。このタコも頼みました。美味しそう。うまそうすぎ。うまそうすぎうまそうすぎえうまそうすぎて気分割れた。気分割れてなってきた。なんか落ちましたよ。どうやって食べるんですか。このままどこが食べれるのこれ。いやもうね、殻をね、いや、殻は食えんよ、さすがに。食べないんですけど。食べるって言われても食べない。スイッチかけて、途中ここに入れて一緒に食べる。あ、これと混ぜてね。でいいですか。これはすごい。え、大丈夫なんですか、これ食べて。これオレンジやつも初めてのなんじゃんけじゃん。やばすぎ。いただきます。服が食べられる。うん、うん、あ、すごい、味噌、めっちゃ味噌めっちゃ味噌そういう感じだ。どう塩辛めた。いや、どう塩辛めた。イカの、イカの、うん、ちょっと味噌の部分が多かったね。端っこいとか美味しい。うまっ。うん、美味しい。カリマン食べた。こうやってもう押しつぶしって出す。押しつぶす。めっちゃまだ入ってる。美味しかったですか。生きてた。新鮮なタコをいただきます。動いてます。食器を持ち上げないっていうのは癖です。うん、おいしい。やったやったやった。やばい、噛み切れない。タコがでかいの食べた。というわけで、あ、ちょっと剥げちゃってた今ということで、カンジャンキジャーを食べてきました。イエーイ。初めて食べたんですけど、なんか塩辛みたいな味がして美味しかったです。でも今から私たちはまだ物足りないので、なんでぶん市場に行ってちょっと食べ歩きもしようかななんて話してるんですけど、行きますか。行きましょう。そこみたい、あの竹下通りの確かにまさかの全然やっていなかった。やっぱり朝があれなのかな。ここはどうなんすか。じゃあ私も丸を。あんこは入ったのか。え、入ってないか。入ってないと思う。うまっ。イエーイ。いただきます。え、どうだろう、美味しいかな。うん、まあさすがに硬くなってるね、うん、ちょっとはね。うん、うん、すごいもちもち。そうなんですよ。美味しい。これ朝行くと揚げたてだからもっと美味しいんですけど、すごいもちもち。そう、私本当食感の中でもちもちが一番好きで。タピオカもね。私そんなタピオカ好きだったっけ。ハマっとって一時期ハマりました。美味しい。あれ、あんこ、これやっぱ入ってるでしょ。あんこ入ってるかも。違ったのかな、じゃあ。嫌いやったね。え、まんま味しない。します、味。いや、あともうほんとうっすら。あ、分からん。うん、気づかん、気づかん。美味しい。
最近のよりはあれだけど、ちゃんともちもちしてる。おいしい。綺麗。結局明洞に来ました。でもこれまたあれですよ、電気ついてるだけでやってない可能性もありますからね。あ、でもやってそうか。うん、ケバブだ。じゃーん、みんなが異様に食べているこのヨーグルトを買ってみました。そんなに美味しいのかと思って本気デビューします。なんか2プラス1でスペシャルエディションバージョンもゲットしました。どうやって食べるんだ。パキってしたら飛ぶぞ。おー、いただきます。いただきます。うーん、美味しい、うん、でもなんかのヨーグルトの味に似てる。 あれじゃない、緑のさ巻き場。あ、なんだっけ巻き場の牧場みたいな、なんだっけ、牛のやつ。巻き場の朝。巻き場の朝。そんな名前だったんだ。いや違う、ごめん巻き場のヨーグルト。待って。いや、巻き場のアーサじゃないわ。なんだっけ、巻き場のヨーグルトかな。あ、巻き場のアーサ、巻き場のアーサヨーグルト。はっ、まあ飲むヨーグルト。うん、濃いね、かなり。うん、確かに美味しい。喉は乾く。ございます。なんと私たちは早起きに成功しました。今7時半なんですけど、これからロンドンベーグルミュージアムに向かいます。でもなんかウェイティングが7時半からなので、すでに人が多そうなんですが、頑張って勝ち取りたいと思います。頑張りましょうね。せっかく早起きしたんだから食べれないわけにはいかない。10時ぐらいまでには食べたい。だいぶ余裕ありますよ。じゃあ向かいたいと思います。ジェントルモンスターに来ました。かわいい、かわいい、すごい。忙しくガラガラ、忙しい。かっこいい。
可愛い。めっちゃ真面目だ。撮っちゃった。大丈夫です。あ、ネイム？うん。いや、まあ、すごい。もうちょい上長くもうちょい上向けばよかった。シニア学生証ゲットゲット。これで私も学生。Silver spoon with which she was born. The sirens drown out the car horns, and blue lights flash across my eyes and dramatize the midnight mass huddled together. Penguins sheltering from the weather. I can't remember where we're going. Whatever. Kimo, おしゃれしてました。かわいい。なんて書いてあるんだろう。かわいい。やばい、髪の毛壊れてる。すごい、アイランドキッチン的な、めっちゃ綺麗。すごい音。可愛いですね。ホテルに着きました。無事に、もう爆睡でした。ホテルというホテルで爆睡。イテウォンのモンドリアンホテルに着きました。私が気になっていたホテルで。大きい、ロビーがめちゃくちゃ大きくて綺麗で、部屋も可愛い。多分そんなにアクセスは良くない気がするんですけど、せっかくなので来ちゃいました。ちょっと一旦休憩してカフェ行って夜ご飯決めて、あ、そうだ、お茶して、夜ご飯を決めるまでカフェを出れないので意味わかんないです。え、待ってますじゃないですか。一瞬じゃん。やだ、今日朝から動いてんのに。ね、もう6時間以上経ってる。え？あ、そっか、うん、おそらくアンティーク通りに来ました。めっちゃアンティークだらけ、本当に。なんかこの旗、あ、でも書いてある、アンティーク&ヴィンテージストリート。あ、かわいいツリーだ。坂がすごい。何の45度くらいありそう、うん、それはないか、さすがに45度はやばいな。30度くらいある坂。下向いたら分かるけど。え、どうなんだろう、すごい、あれも分かるかな。めちゃくちゃ坂になってていいですね。でもなんか歴史感じる。イテウォンは相変わらず坂が多いですね。かわいい、 I love you って書いてある。すごい道、本当に。え、行けなくない？でもあれ階段、場所が分かんない。これかな、行ってみましょう。すごすぎ。え、行けそう。でも行けるか。すごいすごい、迷路登山してます。韓国に来て登山してます。すごい、抜けれそう、抜けれる、これでさ。え、すごっ、こんなところを案内されるんだ、すごっ。抜けれました。着きました。1枚の
ホーサムイズ。かわいい。カヌル。今グローニーに行こうとしたんですけど、もうエレベーター降りた瞬間に人がやばすぎて、なんか多分整理券で何時から何時までの間に入れるみたいな感じっぽくて、ちょっと明日リベンジしたいと思います。新蘭駅に着きました。イエーイ、キラキラ。さっきロッテモール、ロッテワールドに行って、セフォラがあって、セフォラでちょっとフェンティのリップを押し売りされて、もう強制みたいな、ほぼリップ買って、今は新蘭駅に着いて、今から私たちがさっきのカフェで決めたチュモッパのお店ではないけど、チュモッパがあるタッカルビのお店に向かっております。明日からもう最高2度とかになってるから、心配すぎて、もうすでに風が強くて寒い。じゃあ夜ご飯に向かいます。ローです、一番ロー。すごー、念願のチモッパです。まずまずしよう。おいしそう。マシけた、マシけた、マシけた。頑張って、頑張ってください。頑張ります。あったかい。愛情込めてね。おいしくなれ。萌え萌え。やべえ。こぼしまくり。あ、でもシンプルですね。海苔と、トビッコと、マヨネーズだけ。うん。急にレポしな。このぐらい？かわいい。おいしそう。ちょっと持って帰ってもらいます。本当に感謝。
当に迷惑すいませんということでカフェに向かいます。最高、天気最高、美味しそう、やばいじゃん。コッパクルーダにしました。モーサーはなんだっけ、パンチェッタ美味しい、うん、あったです。すんごい太いんですけど、でこ見える、タピオカやおもちゃんの目が見える、見えますよ、私の目見える萌さんとお別れして、寂しい、一人寂しいんですけど、ちなみに今10時ぐらいなんですけど、なんか1個行きたいお店があって、そこのお店が11時からなんですよ。でちょっと時間があるんでどうしようかなと思ってるんですけど、私今回モバイルバッテリーを忘れてきちゃって、ないんですよモバイルバッテリーが。さすがに冬だし充電の日早いしやばいってことで、モバイルバッテリーを買いに行きたい。なんか調べてみたらコンビニとかにもあるところもあるし、ダイソーにあるみたいな感じで書いてあって、ダイソーが近くにあったのでそこにとりあえず向かおうと思います。でその後オーブンプロダクトのブラックフライデーのオフィスみたいなのがあって、それをちょっと見に行きたいなと思って、先着なのでちょっと早めに行きたいなと思って、でイテオンに泊まろうってなったんですけど、なのでそれを見に行く前にとりあえずダイソーに向かいます。ということでこの2つ買ってみました。こっちの本体にコードが入ってるかもしれないんですけど、まあ、念のためコードも買ってきました。見えてきました。今着いたんですけど全然並ぶとかじゃないっぽいお店が開くまでちょっとここら辺で待っておきます。嬉しい。何が入ってるか分かんないんですけど、まあ、今年ハッピーボックス、福袋を別に買っていないので福袋的な感じでまたちょっと開封しようかなと思います。楽しみ。もう一個なんか気に入ったトップスもあったのでそれも一緒にゲットしてきました。で今からちょっと昨日行けなかったグローニーに行きたいんですけど、多分まだちょっと時間あるんで、なんかフラフラブラブラしながら時間潰して、多分12時からなので12時になったら向かいたいと思います。今11時半ぐらいに着いたんですけど、何名か並んでて、なんか入場待ちの
案内みたいなのを登録しました。12時にオープンすると思うので早く入れるとは思うんですけど、ちょっと時間まで待ちたいと思います。試着が1人1回までで、持ち込めるのも3点までっていう制限もあったので、気になってる方は参考までに。ということで今からちょっと1回またホテルが変わるので、ホテルに預けてる荷物を持って今日から泊まるホテルにちょっと移動して、先に荷物を置いてまたちょっといろいろ外出てみようかなと思います。ちなみに今日の夜エリちゃんが合流するので、でも本当に夜中だからそれまでは一人なんですけど、楽しんでいきたいと思います。ということで着きました。ロゴホテル、ポンデにあるホテルで、シンプルな感じのホテル、ミニマリストになった気分な感じで、あそこにお風呂とトイレがあります。ここが洗面所。とりあえず一息ついてからまたお出かけしたいなと思うんですけど、夜ね、ま、あのこっちに住んでる友達がいるんですけど、ご飯一緒に行こうって言ったらいいよって言ってくれたので、夜は友達とご飯を食べたいと思います。お昼はそんなに今お腹空いてないから、ちょっとカフェとか行けたらいいかなって思ってる感じです。ということでちょっと休憩します。ということでですね、ちょっとホテルで休憩して、友達のご飯がアンズク駅の方になったので、トンデムンの方に今来て、大好きなシャロームに向かっております。前に一人で韓国来た時に初めて行けたんですけど、すごい可愛いお洋服たくさんあって、今回も絶対行きたいなと思ってたので、このタイミングで行ってみようと思います。バッグと超可愛いジャージをゲットしてきました。で、私がそのシャロームに来たのを覚えてくれていて、なんと入った瞬間にあーみたいな、なんかその私がタグ付けしたりとか YouTube にも載せたんですけど、それ見て来てくれる人が昨日もいたよみたいな感じで言ってくれて、なんかすごいたくさんの人が来てくれて嬉しいって言って、で、私が今日シャロームに行って会えたのも嬉しいみたいな、すごいこうカタカタパソコンを使って伝えてくれて、もう超キュートな方で、私もすごい嬉しいし、ウニちゃんっていう方なんですけど、カムサムニダーウニちゃん、もう本当に幸せな場所です。で、しかもなんとなんかシャロームの新作をこうプレゼントしてくれるって言って、すごい可愛いお花柄のアウターかなを入れてくれてました。嬉しい、これギフトであげるって言っていただいてしまいました。本当にみんなぜひ行ってください。これを見てる人で韓国行く予定のある方はぜひみんな本当に行ってください。ちょっと駅から歩くので、最初合ってるかなって思うかもしれないんですけど、ぜひみんな行ってみてほしいなって思います。本当に素敵な場所だし、素敵な方たちなのでおすすめです。ということで今から私はアングク駅に向かって夜ご飯を食べたいと思います。久しぶり、オルマニアよ、オルマニアよ、マキちゃんです、こんにちは、
なんか行きたいお店がいっぱいだったんだよね。そうですね。オン 6.5 みたいなところがいっぱいで、ちょっとカフェに来ました。そこにツリーがあるんですけど、この境目が邪魔すぎて、そう、扉のね、あ、でもこうしたら見えないか、かわいい。このツリーめがけてきたんだもんね。ツリーめがけで、うん、やっぱクリスマスだしね。そうそう、夜ご飯行けるかわかんないんですけど、待ちます。ワンドリンク製で、ワンドリンクじゃない、ワンボトル製でした。ワイン頼んだよね。やばい、大丈夫かな。確かにみんな大丈夫ですか。大丈夫ですか。お願いします。はい、頑張ります。2杯ぐらいしか飲めないかも。ね、めちゃかわいい、楽しみ。またやっちゃった。待ちまーす。すごい健康的。ご飯食べてきました。食べてきました。美味しかった。めっちゃキムチ全部にキムチ入ってたよね、多分あれね、うん、何が美味しかったかな。うち、あのロールキャベツみたいな、あ、うん、あれ美味しかった。あれ美味しかった。確かに優しいお味で、そう、食べやすいお味で、うん、ボトルはね、ちょっとボトルはびっくりなんだけどちょっと本当に2人とも限界って感じだったんでさすがにちょっと残って、ちょっと残しちゃったんですけど、美味しかった。美味しかったです。満腹満腹満足、ありがとう本当に。こちらこそ。マジで急だったの。急に会えてよかった。今日のお昼ぐらいに、もしかして空いてるってなって一緒にご飯できた、ね、久しぶりに会えてよかった。マジで本当に久しぶりだったね。ね、ありがとう。ありがとう。またね。またね。またまあまた日本でも会おう。ね、うち多分、うん、どうせ東京行くから。うん、会いましょう。会いましょう。また会いましょう。何これ。会いましょう。会いましょう。バイバーイ。じゃあね。